皆さんどうも。今回はスーペルコパ準決勝のエル・クラシコについてお話していこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきます。で、まず話していこうと思うこと、話していくことは、レアル・マドリードの守備について、で、そこからどのようなことを考えていたのかっていうことについてを考えていこうと思います。で、レアル・マドリードは基本的に、センターバックと、ブスケツにボールを持たせることっていうのを許容していました。で、なぜこれを行ったかっていうと、ここにあるように、ピケだったり、アラウホだったりにボールを運ばして、ここのスペース、背後のスペースっていうのを、作り出すことを考えていたんだと思います。で、これを行うことで、このビニシウスだったり、逆だったらアセンシオになるんですけど、ここに、走り込んでカウンターを発動させたいよっていう風な形をとっていました。だから、ベンゼマは基本的にブスケツの近くに立っていましたし、当然、ブスケツ消しながら、ピケに選択を、プレー選択を迫らせるためにプレスをかけていくんですけど、ここの運ばすっていうことに関してはかなり許容をしていました。で、この許容をしていく中で、センターバックがどんどん運んでいくと、プレーの選択肢を削っていたんですけど、ここにもあるように、ピケ、ここだったらピケに対して、このアセンシオとカルバハルが、アルバとデンベレの近く、人をキャッチしに行くことで、外側のパスっていうのを、消すことを行っていました。で、さらにベンゼマが先ほども言ったようにブスケツを消しながらここに出てくるので、基本的にピッケはこの中のパスっていうのもあまり見えない状態になっていました。で、これを行うことでモドリッチが、ピケに出ていくんですけど、そうすると、カゼミルとクロースがしっかりとスライドをして、カバーを行いつつ、で、空いてくるのがやっぱりこう段差ができちゃうんで、フレンキーのところになるんですけど、で、プラス、ここの門が開いてくるので、ここに出てくるんですけど、ここに対しては、スライドするカゼミロと、ミリトンが前に出て、捕まえることで、ボールを回収。で、ボールを回収した時点で、ピケが、まず、出てきているので、ここが開いてきます。で、プラスモドリッチが前にいるので、で、あとプラスベンゼマがいるので、前方向へのパスっていうのは、ここで奪った時点で出しやすいです。で、ここにモドリッチだったりベンゼマがボールをピックアップしている状態で、アセンシオが、前に出てきたり、ビニシウスまで、こういうパスを打ち込んだりっていう風な形をとっていました。で、もう一個奪いところがあって、それが、このルーク・デ・ヨングに対しての上のパスですね。ここに対してはしっかりとナチとメリトン、もしくはメンディーが前向きに対応していくことで、弾き返して、ここで回収するよっていうような形をとっていました。これも同様で、回収した時点でモドリッチだったりベンゼマ、で、ビニシウスもボールをピックアップすることができて、自分で持ち出すことができるので、ここの背後を開けるために、ピッケだったり、ラウホだったりにボールを持ち出させることを考えながら守備を行っていました。で、そこの持ち出させた時点で人をキャッチしつつ、外側を人をキャッチしつつ、で、インサイドハーフが出てくるセンターバックに対して、近寄っていくことで、プレー選択を、プレーの選択を迫らせるよっていうふうな形をとっていました。で、これに対して、他にもあるんですけど、ブスケツでどうしてもやっぱりバルセロナは、時間を作りたいんですけど、このブスケツに入りそうになったり入ったりした時の対処法もレアルマドリードがしっかりと、持っていて、このブスケツに入った時点で、モドリッチが前に出てくるときはしっかりとアセンシオがフレンキーのところまで絞って、ここのアルバのところにボールを出させるよっていう風な形を取りつつ、で、アセンシオがここに出て行っている間に、
モドリッチはしっかりと戻ってくるよっていう風な形をとっていました。これがモドリッチサイドですね。で、クロースサイドだと、クロースがブスケツまで出ていった時は、カゼミロがしっかりとスライドを行って、ガビを捕まえるような形になっていました。で、こうすることで、まあ、同様に、まあ、アウベスに出た時に、ビニシウスが出てって、で、その間にベンゼマがブスケツまで降りてきて、クロスが下がるよっていうふうな形をとっていました。もちろんトーレスに対してはメンディーがついているので、まあ、ブスケツに出そうになる。で、出た時っていうのは、しっかりとインサイドハーフが前に出て、対応していくようになっていました。で、このモドリッチサイドとクロースサイドの守備のが違うのは確実に、設定されていることだと思いますし、まあ、モドリッチの運動量だったり機動力が高いので、まあ、こういう斜めのスライドだったり横のスライドっていうのがかなりできるので、まあ、モドリッチサイドは、アセンシオ落とさせるよっていう感じにしているんだと思いますし、クロスサイドが出た時に、まあ、カゼミロが寄ってくることで、ビニシウスがここまで戻る必要がなくなるので、まあ、彼に攻撃の足を残させるよっていう風な形を取るために、この設定をしているんだと思いました。はい。で、これが、レアルマドリードの守備についてなんですけど、次は、バルセロナの守備についてを話していこうと思います。で、バルセロナは基本的にハイプレッシングを行うんですけど、まあ、正直、はまりきらないことが多かったです。まあ、奪いたいところで、奪い切ることができなかったっていう表現の方が正しいかもしれませんが、まあ、このクルトワだったり、ナチュから蹴らせてボールを回収っていうことができたんですけど、例えばこのあたりでボールを回収するよってっていう回数は少なかったと思います。じゃあなんで少なかったかっていうと、まあ、ここのデンベレですね。デンベレのところのタッチ方っていうのがかなり響いていたと思います。で、基本的にバルセロナは 4-4-2 のハイプレッシングを行うんですけど、で、その時に考えるのは人をかなり意識して、捕まえに行くプレッシングを行います。だから、まあ、後ろから話していくと、ウィングに対してはサイドバック、の1対1の状況を作り出していましたし、で、ピケニとアラウホでベンゼマのところは確実に、捕まえていましたし、まあ、これはベンゼマが下がると、1枚センターバックがついていくっていうふうな形をとっていたので、まあ、これは確実にそうだと思いますし、で、ガビが出てきて、まあ、ナチョに向かっていくプレッシングも行っていましたし、ルーク・デヨングはどっちかっていうと、ミリトンを見るような形になっていました。で、メンディに対しては、サイドハーフが出ていく形。で、クロースとカゼミロに対しては、ブスケツとフレンキーが出ていくような形をとっていました。そうすると、まあ、モドリッチとカルバハルどうするのってなったら、まあ、デンベレの、この絞りと外の開きの、対応になってくるんですけど、そもそもなんでここを、まあ、2枚にしたか。一枚で二枚見させるようにしたかっていうと、まあ、僕の勝手な考察なんですけど、こっち側デンベレサイドで守備を行わずに、デンベレと逆サイドで守備を完結させたかったからなんじゃないかなと僕は考えています。だから、まあ、こことここを、まあ、ぼかしてくださいね、デンベレ君っていう風な形をとっていたんだと思いますけど、まあ、モドリッチがかなり、モドリッチのプレイエリアがかなり広いので、デンベレが絞り切ることができないことが多かったです。まあ、そもそもデンベレに対して、守備のタスクをかなり、守備のタスクの負荷が大きかったので、まあ、モドリッチに対して絞り込むことはできていませんでしたし、まあ、慌ててデンベレがプレスバックする場面も多く見られていたと思います。見られていました。まあ、だから、バルセロナは、ハイプレッシングを仕掛けていくんですけど、奪うことができずに、まあ、蹴らせることはできるんですけど、このあたりで奪うことはできずに、まあ、蹴らせて回収っていう風な、まあ、少し狙った形と違う形で、ボールを回収するような、するようになっていました。で、なんでプレスがはまらなかったかっていうと、まあ、デンベレが絞らない分、で、プラス、ブスケツがここまでできて、
で、フレンキーが、デンベレのツケを払うことになるんですけど、まあ、後ろにいるモドリッチとカゼミロに行けるような、すごい絶妙なポジションを取っていたこと、で、ベンゼマが、少し降りることで、まあ、ラウフだったり、ペケだったりを釣り出すんですけど、まあ、その時にビニシウスとアセンシオが少し中に入ってくることで、まあ、背後を狙う動きをし続けることで、まあ、ここのラインをあまりプッシュアップさせなかったっていうのが、大きく関係していると思います。で、モドリッチがここまで入ってくることで、かなりライン間が空いている形になっていました。ライン間でピックアップする選手がベンゼマとモドリッチっていう風な形になっていました。だから、レアルサイドからすると左側、まあ、バルセロナサイドからすると右側からの前進っていうのがかなり多くなっていました。まあ、左からの前進っていうのは基本的に少なかった印象です。で、どのようにじゃあレアルが前進してスピードを上げていたかっていうと、まあ、基本的にここにあるようにクロースでブスケツを呼び出しておいて、で、フレンキーのところで、まあ、どっちに行くかっていう迷いが生じるので、一瞬ここのカゼミロのところが カゼミロが空間でボールを受けることができます。で、慌てて出てくるフレンキーに対して、まあ、ワンタッチだったりで、ポンって前に送ることで、モドリッチがフリーでボールを受けることができるようになっていました。これで、まあ、ここの中盤をレアルは簡単に突破していましたし、かなり前半から見られる形でした。まあ、これによって、一気に 4-4 の形、もしくは 3-4 の形っていうのを作り出して、まあ、ビニシウスだったりアセンシオを中心にカウンターを仕掛けていました。まあ、ここのひっくり返し方っていうのは、このクロース、カゼミロ、モドリッチの3人、この3人がかなりもう異次元のレベルにあるので、できることだと思いますし、まあ、仮に多分ここがナチョじゃなくてアラバだったら、もっと一発でポンっていうこういうパスが入っていたと思いますし、まあ、かなりやっぱりレアルの選手はレベルが高いなっていうふうに僕は感じました。はい。で、まあ、当然、バルセロナも修正を加えるんですけど、後半から入ったペドリがもう何よりもめちゃめちゃインパクトの強い活躍を見せていたんですけど、まあ、ペドリのポジションの取り方だったり、まあ、プレイビジョンっていうのが、なんかもう、僕たちには、少なくとも僕には、もう到底届かないところにあったんですけど、まあ、そのポジションの取り方っていうのが、まあ、このアセンシオとモドリッチの門を通るような、門の先にいるようなポジションを取りつつ、このカルバハル、アセンシオ、モドリッチの空間、まあ、中心点を取ることで、かなり、このブスケツからの、斜めのパスっていうのを、打ち込む、まあ、もらうことができるようになっていました。なんでこれができるようになったかっていうと、まあ、デンベレとアルバがかなり意識して幅を作るようになっていたからだ、と思います。で、モドリッチがここに出てくれば、まあ、当然、この中心点が広がるので、ペドリは簡単にボールをピックアップすることができますし、ここで仮にカゼミロが出てくれば、ルークにパスを送ることができますし、まあ、ペドリが入ったことで、まあ、デンベレが生きてきて、で、さらにこういうランニングっていうのも増えていき、ポケットを通過するランニングっていうのもかなり増えていましたし、まあ、カゼミロじゃなくてペドリの投入っていうのは、レアルの選手からしてもかなりインパクトのあるものだったと思います。で、レアルは当然、ペドリを消すために、モドリッチをかなりペドリ意識させといて、で、ブスケツをどうしたかっていうと、カゼミロを前に出すことで、消していくことで、対応をして再びカウンターに出れるようになったんですけど、まあ、この試合、どっちかっていうと、バルセロナはアウベスからのまあ、ルーケだったり、まあ、フレンキー・デヨングだったりのクロスを中心で攻めていたんですが、まあ、後半からはかなりカウンターを考えるレアル・マドリードと、まあ、ボールポゼッションでカウンターをそもそも防いで、自分たちのペースに持ち込むよっていうバルセロナ、なんかかつてのクラシックを見ているような感じでした。かなり面白い試合でしたし、まあ、昨日、
今この動画が上がってるのが、撮ってるのが1月14日の金曜日なんですけど、昨日の13日のイタリアダービーと同様にかなり面白い試合でしたし、なんか、熱い戦いでしたね。クラシコらしい戦いだったので、ぜひ皆さんも、まあ、ワウワウでしか見れないですけど、ワウワウに入って、見てはどうでしょうか。見てはどうでしょうか。それぐらいの価値のある試合だったと僕は思いますので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思いました。まあ、見ていない人のためにも、この動画で、その面白さが伝わったらなと思います。まあ、やっぱり、レビュー動画よりも、実際にプレイ見た方が、かなり面白いと思いますので、ぜひ皆さん見てみてください。はい。では、今日の動画はこのあたりで終わろうと思います。本日も長々と最後までお付き合い、長々と喋りましたが、最後までお付き合いありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。